マイケル・スタンリー・ウィッティンガムは、イギリス・アメリカ合衆国の科学者。現在、ニューヨーク州立大学ビンガムトン校の材料、研究所と、材料科学及び工学プログラムの両方で長を、務めている。また、ビンガムトンにある、米国エネルギー省、エネルギーフロンティア研究センターである、北東エネルギー科学貯蔵センターのセンター長も、務めている。二0 1九年に、 吉野明、ジョングットイナフと共にノーベル科学賞を受賞した。共携帯電話から電気自動車まで広く使われているリチウムイオン電池の開発の歴史において重要な人物である。1970年代に初めてインターカレーション電極を発見し、1970年代後半には充電式電池のインターカレーション反応の概念を完全に記述した。 高出力密度、高化逆性リチウム電池におけるインターカレーション科学の使用の概念に関する原特許を持っている。1977年に最初の充電式リチウムイオン電池を発明し特許を取得しエクソンへ譲渡している。彼のリチウム電池に関する研究はその後起こる発展の基礎を築いた。それゆえ充電式リチウム電池の創始者と呼ばれている。 1941年12月22日に、イングランドのノッティンガムに生まれる。1951年から1960年まで、リンカンシャーのスタンフォードスクールで教育を受け、オックスフォード大学ニューカレッジに進み科学を学んだ。オックスフォード大学で、BA、MA、ダファルを取得した。卒業後に、スタンフォード大学のポスドクとなった。その後、エクソンリサーチ エンジニアリングカンパニーで16年間働いた。その後、シュルンベルジェで4年間働き、ビンガムトン大学の教授となった。1994年から2000年まで、大学の研究副学長を務めた。ニューヨーク州立大学のリサーチファンデーションの副議長を6年間務めた。現在は、ビンガムトン大学の科学及び材料科学、工学のディスティングイッシュとプロフェッサーを務めている。 2017年には、ナトバット・インターナショナルの最高科学責任者に任命された。2007年に、科学エネルギー貯蔵に関する DOE 研究の共同議長を務め、現在は、ビンガムトン大学の米国エネルギー省、エネルギーフロンティア研究センターである、北東エネルギー科学貯蔵センターのセンター長を務めている。新たな21世紀の経済を築くために必要な、 科学的ブレークスルーを加速させるために、2014年には、ネキスはエネルギー賞から4年間で1280万ドルの助成金を受けた。2018年、ネキスはエネルギー賞からさらに300万ドルを与えられ、さらに2年間重要な研究を続行した。ネキスのチームは、エネルギー貯蔵材料をよりよく機能させ、安く、環境に優しく、 現在の材料よりも多くのエネルギーを貯蔵できる新しい材料を開発するのに資金を用いた。ウィッティンガムはリチウムイオン電池開発の歴史において重要な人物でありインターカレーション電極の概念を発見した。1970年代にエクソンがウィッティンガムのリチウムイオン電池を製造した。これは二粒チタンの仮想度とリチウムアルミニウムのアノードを元にした。 世界初の機能的に最充電可能な電池である。このバッテリーはエネルギー密度が高く、リチウムイオンの二粒化チタンの仮想度への拡散が可逆的であり、電池が最充電可能になっている。これに加え、二粒化チタンは結晶格子へのリチウムイオンの拡散が特に早い。エクソンは LI、ライクロ o 4ディス s に電池の商業化にリソースを投入したが、 安全性の懸念により、プロジェクトを終了した。ウィッティンガムと彼のチームは、電気科学と固体物理学の学術ジャーナルに、自身らの研究を発表し続けた。最終的には1984年に、エクソンを去り、シュルンベルジェで4年間マネージャーを務めた。1988年、学問的関心を追い求めるために、アメリカのビンガムトン大学科学部の教授の地位を受けた。 ウィッティンガムは次のように発言している。これらの電池はすべてインターカレーション電池と呼ばれる。これはサンドイッチにジャムを入れるようなものです。化学用語を使えば、あなたたちが結晶構造を持っており、私たちがリチウムイオンを入れたり出したりすることができるが、構造はそれ以降も全く同じである。結晶構造を保持する、このことがリチウム電池を非常に良いものにし、 長いサイクルを可能にしている今日のリチウム電池は繊維金属レドックス中心ごとに可学的にインターカレートされるリチウムイオン電池が一つ未満であるため容量が限られる。より高いエネルギー密度を達成するための一つのアプローチは蒸気のシステムの一電子レドックスインターカレーション反応を超えることである。現在、ウィッティンガムの研究は 複数のリチウムイオンをインターカレーションすることで貯蔵容量を増加させることのできる多原子インターカレーション反応に進んでいる。ウィッティンガムによりリーバポ4、ボポ4などいくつかの多電子インターカレーション材料の開発に成功している。多原子カバナジウムイオンが多電子反応を達成するために重要な役割をする。これらの有望な材料は エネルギー密度を急速に高めるという目的で、電池産業において、脚光を浴びている。1971年に、電気科学学会から、ヤングオーサーアワードを、2003年には、バッテリーリサーチアワードを授与され、2004年にはフェローに、選出された。2010年には、グリーンテックメディアにより、グリーンテクノロジーの発展に貢献した、トップ40のイノベーターの一人に選出された。 2012年にはリチウム電池材料研究へ生涯貢献したことにより、イヴァ・ジェーガー・アワードを受賞し、2013年には材料研究学会のフェローに選出された。2015年にはジョングッド・イナフと共にリチウムイオン電池の開発につながる先駆的な研究に対して、クラリベート・アナリティクス引用栄誉賞受賞者に挙げられた。2018年、 エネルギー貯蔵材料に対するインターカレーション科学の応用の先駆者として全米技術アカデミーに選出された。2019年、ジョングッド・イナフと吉野晃と共にリチウムイオン電池の開発でノーベル科学賞を受賞した。以下は品用数の高い論文の一覧である。ありがとうございます。